はい、どうも、こんにちは、サンタです。今日は2021年8月7日ということで、今からね、ちょうど9年前の2012年の8月7日に、僕は海に、頭から飛び込んで、首のね、頚椎を骨折して、で、その中にある脊髄が損傷して、頚髄損傷という障害を負いました。で、今ではね、車椅子に乗って、生活をしていますが、まあ、その当時、ちょうど入院した時ですね。その時の様子とかを今日はちょっと話をしていきたいなと思います。このね、8月7日なんですけど、まあ、1年の中で一番改めて自分の障害とか、こういうことあったんだなって思うような日っていうか、なんかそういうことを考えるような日に、僕はしています。で、今はどんな感じなのかなって、改めてね、振り返って、ああ、大変だったなとか、もう少し頑張ろうかなとか、そういうふうに思うようにしております。で、このね、一番しんどかった時ですね、入院して、まあ、そこからね、僕は在宅に戻って、そこからまたリハビリに行って、で、また在宅に戻って、で、今仕事してね、なんとかなっていますけど、一番辛かった時期なんですけど、まあ、一番辛かった時期は、このね、入院して、その次の在宅やったんですね。で、この在宅の何が一番辛かったというと、在宅にいた時の、寝たきり状態の時でした。確かにね、入院の時もね、すごい、大変やったけど、それよりも僕は、在宅に戻った時の何もできない寝たきり生活が一番きつかったですね。その当時はね、車椅子に乗って、何かをしたりとか、そういうことって、できなくて、本当にベッドの上に乗ってっていうか、もうずっと一日中寝たきりですね。基本的に、車椅子に乗って生活するっていうことは全然、なかったですし、もう何もできなかったんで、この何もできないっていうのが、すごく人生の中で一番辛いなと、感じた瞬間でしたね。この何もできないっていうことは、だんだん自分のやる気とか、なんかそういうものが削がれていくんで、なんか、あ、このままでいいのかなとか、なんかもうそういうふうな気持ちすらなくなる状態に、なっていきましたね。だからそこでちょっとリハビリ頑張ろうとか、そういう気持ちってもうなんか全然湧かなくて、あ、このまま死んでいくんだろうなっていう感じになりました。まあ、まずね、何ができなかったかというと、まず車椅子に乗ることできません。で、おしっこ、だとうんち、そのね、排泄関係はもちろんできなかったですし、あと、ご飯とかもね、家族の人に食べさせてもらったりとか、そんなんでしたね。だから外に行ってね、自分で車椅子を漕いで、ちょっと気分転換とか、そういうのもなかったですし、外出るときはね、まあ、その当時付き合ってた、元カノとかにね、車椅子を押してもらって、まあなんか、渋々行ってたっていうか、まあ外に出たくなかったんで、そうですね。まあそんな感じの性格になっちゃったんで、すごく辛かったです。で、その時に、訪問リハビリで、入ってくれた、その、リハビリの先生、セラピストの方にね、兵庫県の、そういう、リハビリ施設があるから、まあ一回そこに行って、まあリハビリしてみてはどうっていうことで、まあそこからね、人生が少しずつ変わっていったんですけど、もしそのね、セラピストの方がそういうふうに声かけてくれなかったら、まあ、今の自分もいなかったですし、まあこうやって動画を撮っていることすらなかったと思います。で、まあこのね、辛かったっていうんですけど、やっぱりね、選択肢がないっていうのが一番僕にとってはね、すごく辛くて、なんかしようと思う時にできるけどしないのと、もう本当にできないっていうね、ことって
どっちが辛いかっていうと、やっぱできないっていうことなんですよね。やりたくてもできないっていうことが一番辛くて、まあ、本当に選択肢がもう全くないっていうのはこういうことなんだなっていうのを身をもって体験したんで、まあそういうふうにならないように、まあ僕のこの YouTube の動画はね、まあ自分のリハビリとか、まあ、生活の様子とか映したりとかしてるんですけど、まあそれで、同じようにね、寝たきりにならないとか、なんか少しでもこうスイッチが入るようになってもらえたらいいかなと思って、まあ、動画投稿してるんですけど、まあ、本当にその辺はね、心からこう応援するっていうか、なんかきっかけ作りになってくれたらいいなって思って、いつも動画投稿してます。で、首の骨が折れた時は正直記憶が全くないので、まあなんか痛かったとか痛くないとかそういうのすらも全然わかんないですし、もう本当に、緊急でね、入院して、もうなすがままにこうずっとね、流れに沿って、生きてきたって感じでね、まあ、落ち着いてから、さあこれからどうしようっていう時に、まあ、とりあえず在宅に戻って、っていう感じでね、そのまま寝たきり生活が続くのかなみたいな感じで、行きましたね。で、僕の人生の中では、こう自分が動ければ、まあ仕事もできるし、まあなんとかなるだろうという性格やったんで、まあ、大人になるにつれて全然、あ、なんか、まあなんとかなるし大丈夫 みたいな、こんなね、今もそんな変わらないんですけどね、こんな性格で、やってきたんで、まさか自分が車椅子生活になるとも思ってなかったですし、なんか、まあ、車椅子になったとしても、こう、まあ、なんかあるやろうなと思ったけど、まず自分のことができないと、なんか仕事に、もうなんかやっぱ支障出るなってのも、思ったし、そう思うとなんかね、感慨深いですね。まあ、だからね、僕が常日頃こう大事なのはたくさんね、選択肢があるのが一番大事だなって僕は思ってるんで、まあ、なるべくできるけどやらないっていうのが、まあ一つの技っていうかな まあ言い方悪いかもしれないけど、まあ、刀はいつでも抜けれるように、まあ、仕込んどくみたいな感覚ですね。それすらね、できないっていうことになると、まあ、いざ、こう、やらないといけないときに、できないっていうね、ことになるんで、まあ、なるべくならね、本当に選択肢たくさん増やして、その中からね、たくさん選べたらいいんですけどね、なかなかこう、本当に障害を持つと、選択肢の幅がね、ぎゅっとね、縮まっていくんで、なるべく多く持った方がいいなって僕は思います。まあ、そんなこんなでね、まあ、この障害を負って9年、立ちましたけど、まあ、一番辛かったのは、もう本当に先ほども言ったように、ずっとね、この寝たきり生活やったんで、もうそこがね、こう人生、こういろいろあるじゃないですか、人生の波って。こう良かったり悪かったり、良かったり悪かったりってあると思うんですけど、もう僕は本当に人生のどん底がね、その寝たきり生活やと思ってるんで、もう今がね、もう楽しいというか、幸せだなって思います。まあ、車椅子生活ながらね、こう本当に不便とかもあるけど、まあね、いろいろ自分でもできるし、楽しいことっていっぱいあるから、できないことをこう見つけるんじゃなくて、できることをどん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 ね、発見していく楽しみっていうか、このコツさえ見つけれたら、なんか、楽しく暮らせるなって思いますね。なかなかね、このコツが見つかるまでね、苦労しましたけど、周りのいろんな人のね、おかげでここまで来れたので、本当にね、関わってくれた人、本当にありがとうございます。まあ、僕がね、一番でかかったのは、その施設にいた、いろんなね、仲間、一緒にこう行動してくれて、いろんなとこ行ったりとか、いろんなことしたりとか、すごいたくさん、思い出があるんですけど、やっぱそういう周りの環境の力も借りながら、今の自分がいるので、本当に
環境の力っていうかな、すごい大事だなって思いました。まあ、ということでね、いろいろありますが、まあ、何でもやってみることが一番かなって思います。踏み出してみることが、また次への道につながるし、うん。もうなんかね、失敗っていう失敗はね、たくさんあるけど、うん、まあその時のこのどん底に比べるとそんなこと大したことねえやって思うから、まあ一喜一憂せずにね、長い目で見て、ああ、これはあの時に比べたらしんどくないしって思うと、ああ、またまた違うことやろうぜって、僕の中で思うようにしてるんで、まあこんな感じで、楽しく、生活を送っております。これがね、僕が9年経った、車椅子生活の、スタイルっていうかな、まあ、考え方ですね。ね、まず障害を負った時は本当にね、辛いし、もうできないし、あれもできない、これもできないみたいなことばっかだったけど、うん、なんかちょっと本当に切り替えるだけですごい楽しくなるんで、うん、なんかね、それもまたこう、きっかけになったらいいなって思っております。はい。ということでね、今日はこんな感じで、ちょっとね、9年間の思いをちょっと語ってみました。またね、また生活の様子とか、なんかこういうことが便利になったらいいかなと思うような動画を、投稿していきますんで、またよろしくお願いします。そしてね、いつもコメントくれる、皆様、本当にね、励みになっていますんで、またよかったらコメントください。こんなことしてほしいよっていう、コメントも、コメントっていうか、ごめんなさい。ありましたら言ってください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。トゥクトゥクトゥクトゥー。サンタさんはレベル9になった。イエーイ。